十勝ダムは、北海道上川郡新特町、一級河川、十勝川本流上流部に建設されたダムである。国土交通省北海道開発局が管理を行う、国土交通省直轄ダムで、高さ84.3メートルのロックフィルダム。十勝川の治水と水力発電を目的とした特定多目的ダムで、十勝川水系最大の多目的ダムである。 ダムによって形成された人造湖は東大雪湖と命名され、支流の都府川にあるぬかびら湖に次ぐ規模の大きさを誇る。大雪山国立公園内に位置する。都勝川は時期を問わずしばしば氾濫を繰り返して農作地に被害をもたらしてきたが、1962年8月の豪雨は特に広範囲の甚大な氾濫被害を引き起こした。 このため北海道開発局は1967年に戸村牛木直地区に地水ダムの建設を計画し、予備調査を行った後、1973年に建設着工となった。ダム岸にある北海道電力と価値発電所。ダムの周辺には建設記念公園や運動公園、キャンプ場も設けられている。ここを通る北海道道718号。 中別清水線は、ダムの上を通った後、湖岸を北上し、人造湖の中央で東大雪橋という大きな橋によって、湖上を渡り、対岸のトンネルに入って、戸村牛温泉へと向かっている。ありがとうございます。